石舞台古墳は奈良県飛鳥村にある古墳時代後期の古墳。国の特別史跡に指定されている。元は土を盛り上げて作った墳丘で覆われていたが、その土が失われ、巨大な石を用いた横穴式石室が露出している。埋葬者としては蘇我馬子が有力視されている。墳丘は現在失われているが、株は方形で、 20から50センチメートル台の花崗岩の天石を約30度の傾斜で積み並べられていた。噴球の周りに幅5.9から8.4メートルの空堀が巡り、幅約7.0メートルの外包みが設けられている。外包みを復元すれば一辺約80メートルで、高さは約1.2メートルである。砲の上部が剥がされているため、その噴は明確ではなく、 二段石の宝墳とも、上円化宝墳とも、あるいは、下方八角墳とも推測されている。また、一辺五十一メートルの方径基段の周囲に、天石された空堀を巡らし、さらに、外日下げを巡らした壮大な方形墳であるという。埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、西南方向に開口している。花崗岩で作られた石組みである。 原質は、長さ約7.7メートル、幅約3.5メートル、高さ約4.7メートル。沿道は、長さ約11メートル、幅2.5メートルの規模を有する。また、石室内部には排水施設がある。約30の石が積まれ、その総重量は2300トンに達すると、推定されている。石は、 古墳の傍らを流れる冬の川の上流約3キロメートル、塔の峰のふもとから運ばれた。石室はすでにほとんどの埋葬品が洞窟にあった、後であり、石棺の欠片等が発見されるに止まった。沿道部と外包みから弾きとすめきや、銅の金具などが見つかり、時代が下る創船や官営通報も出た。外日下げの北西宮の外には、 小坂石管を収めた横穴式石室があり、発見当初は倍長であろうと推測されていた。しかしその後の調査で西側にも7基の横穴式石室が見つかり、いずれも石室内が整地されていたことなどから、石舞台古墳の築造にあたって周辺にあった古墳を作兵し、土などを移したものと考えられている。1952年3月29日、 国の特別史跡に指定された。被葬者は、蘇我馬子であったとする説が有力である。日本初期の水古天皇34年後5月の上に、大臣孝世ぬ。治りてももは墓に葬るとあり、大臣は、蘇我馬子を指している。報道が剥がされ、墓が暴かれたのは、蘇我氏に対する懲罰ではなかったかとする説もある。ただし、異説があり、 奈良大学の水野正義は、石の種類、築造年代などから疎外な目説を唱えている。また、三重中京大学名誉教授の上野敏造は、石室の壁に、孫墓の文字が刻まれており、肉眼でも、確認可能との説を主張している。石舞台古墳が、文献に記されるのは、江戸時代になってからである。遠方9年の林宗保、大和名書記に、 石太矢という三さぎがあると記しており、両とは前後の文脈から天武天皇の三さぎと了解できる。石太矢は大きな石で作った矢の意味で、これが石舞台と転化したのではないかとの意見がある。嘉永元年の西国三十三書名書杖にも石舞台を天武天皇の上がりの後という記述があるが、現在では、 天武天皇の墓とする説を支持する学者はいない。地元では他に、石豚などの名前で呼ばれていた。狐が女の姿に化けて、古墳の上で踊ったことから、石舞台と名付けられたという伝説については、古墳のすぐそばで生まれ育った。阿保氏義則は、そのような話を、自分は聞いたことがなく、近年に創作された話であろう、としている。 明治時代に、北定吉が、日本初期に見える桃原墓が、石舞台に当たるとする説を発表し、以後これが有力になった。1933年と1935年に、京都帝国大学の浜田光作らが中心となり、発掘調査が行われた。これより前には、前方後円墳ではないかという説もあったが、天石列、空堀、り、外包みの跡が見つかり、 方形であることが判明した。発掘調査で古墳周囲の堀が見つかったのは、これが初めてのことであった。1954年から1959年にかけて古墳の復元整備事業が行われた。この時、外側の堀を掘るために上を通っていた剣道が迂回させられた。巨石が組み上げられた基本的な外観は、江戸時代から変わっていないが、 石室と沿道部はかなり崩れていた。現在は修復され、内部が公開されているので原室内に入ることも可能である。8時から17時まで。ありがとうございます。